人生は変えられるスイートスポット理論の継承者作家の石井隆ですはい、今回も質問に答えていきたいと思うんですが質問スイートスポット理論って何ですか というね、まだにこの質問がとても多いので今回改めてお答えしていきたいと思うんですけれどもスイートスポット理論というのは人は生まれつき3つのスイートスポットと呼ばれる職業を持って生まれてくるその職業をやれば成功するけれどもそ,のそれ以外の職業をやっても大して成功しないというのがスイートスポット理論です例えばイチロー選手だったらあの 野球だったからね、成功したけれども、じゃあサッカーだったら、ラグビーだったら成功したのかっていうとそうじゃなかったでしょうし、錦織圭選手はテニスだったからうまくいったけど、じゃあ卓球だったらうまくいったのっていうと多分違うでしょうし、エディソンが発明家だったから成功したけど、じゃあボクシングをやったら、モハメド・アリに勝てたのかっていうと多分勝てなかったと思うんですね。だから成功してる人っていうのはスイートスポットに当たってるかどうかというのがとても重要なわけなんです。よく 努力すれば成功するとか諦めなければ成功するっていう風に言ってる人がいるんですけどそれは間違いでイチロー選手がどれだけテニスとか卓球を頑張ったとしてもさほど成功はしないと思うんですよねだからまずスイートスポットの職業に就くとそしてその後に努力をするっていうこの2ステップで人は成功していくという風に思いますのでまずはこのスイートスポットを知るということが重要なんですねでこのスイートスポットっていうのはじゃどうすれば出るのかというとまあ 僕がやってるあなたのスイートスポットが見つかる SFT 講座というのに参加しない限りは出ないようになっています。はい。なのであの石井隆を経由しないとこのスイートスポットというのは出ないようになっていますのでご興味がある方はぜひねあのインストラクターによる無料相談会とかもやっていますのでそちらにお越しいただけたらというふうに思っています。えこのスイートスポットを絶対見つけた方が人生でいいのであなたがスイートスポットを見つかる日 僕は楽ししみにしています。あなたが将来エジソンのように活躍したりそしてアインシュタインのようにとんでもない人になれたりとかねそういったものが見つかっていけばなというふうに思っていますのであなたの人生変えられるように応援していますのでぜひスイートスポットを見つけてくださいチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします